明治乳業株式会社は、明治ホールディングス産科の食品、一般用医薬品メーカーである、株式会社、明治の旧商号である。1940年12月から2011年3月31日まで、使用された。明治ブランドの乳製品は、大正時代に、明治メリーミルク、昭和初年に、明治牛乳、明治バターが発売されるなど長い歴史を持つが、 1940年までこれらを生産していたのは明治製糖市会社の明治製菓であった。1940年に明治製糖参加に入っていた極東連入株式会社が明治入業株式会社と解消し、明治製糖グループの入業事業が集約された。戦時統制の時代を経て事業を拡大。先順位メーカーの不祥事の都度業界順位が上がり、 2002年からは日本最大手の乳業メーカーとなっていた。2009年4月1日、グループ企業ではなかったものの同根企業である明治製菓と共同持ち株、会社、明治ホールディングス株式会社を設立した。明治乳業は明治ホールディングスの完全子会社となり、ブランドマークも一新された。2011年4月1日に株式会社明治へ称号を変更し、 明治成果から菓子、食品、一般用医薬品事業が移管された。この一連の経営統合、事業再編によって、明治グループの食品事業は株式会社明治に一本化されることになった。メインバンクは、水保銀行と、リソナ銀行であった。また、日本コカ・コーラと業務提携をしていた。明治ブランドの入業事業は、大正から昭和戦前期にかけて、 明治政党参加の明治成果によって展開されている。法人としての明治入業株式会社は、1917年設立の極東連入株式会社が1940年に解消したものであるが、極東連入が明治政党参加に入ったのは1935年のことで、それまでは別系統の企業であった。明治政党の入業部門への進出という点では、 1917年の暴走連入への資本参加が事業の起点となる。1936年観光の明治製菓株式会社20年市は入業部門の社種を暴走連入合併から書き起こし、連入大手の一角であった第二本乳製品を合併、極東連入を合計企業に従えるに至る序実となっている。暴走連入千葉県安房地方は、 落農地帯であったが、牛乳化工業は不振であった。大仙村の竹沢大地はこれを資本が過小であるためと考え、散在する小規模事業者の統合を目指して、暴走連入を設立した。明治政党は、この暴走連入に、資本参加した。東京が子明治製菓北海道連入、第二本乳製品北海道連入は1914年に、設立された企業で、 大正、昭和初期に、連流大手の一角を担ったが、1933年に、明治グループに合流した。北海道連流が根室に所有した牧場は、元は1875年に開設された、開拓史根室牧畜場であり、現在は、その一部が、明治公園として整備されている。根室は、明治グループ発祥の地の一つとされている。 極東連乳極東連乳株式会社としての発足は1917年であるが、そのルーツの一つとして、日本の連乳製造業の先駆者となった、花島連乳場がある。極東連乳は大正から昭和にかけて、明治、森永と並ぶ三大会社の一角とされた、企業であった。製品は、三井物産に販売委託され、その販路は海外にまで広がっていた。 明治と極東の工場は、ほぼ同一地域に重複して展開していた。統制下の事業1940年より、牛乳、乳製品の統制が行われた。第二次世界大戦後、第二次世界大戦後もしばらくは、戦時統制が続いた。1949年に飲用牛乳、1950年に、 入製品の統制が解除され、入業各社間の自由競争が再開された。旧社商がデザインされた牛乳ケバコブロック体時代のブランドマークが使用されている自動販売機2011年3月時点。大部分の製品は新法人明治で継続して発売。育児用粉ミルクを取り扱っている都合上、産家、産婦人科との結びつきが強いため、 これらの妊娠検査薬や性病検査薬を持っていた。他、多数。関東工場かつては、前社2008年度までの明治成果のロゴを使用していた。なお、明治や、明治安田生命、明治大学、明治学院大学、明治薬品、明治図書出版、明治時計などとは何の関係もない。いずれも2011年3月31日時点。 同年3月11日に東日本大震災が発生したため民放各局が数日ほど報道特別番組を CM なしで放送ししばらくの間 CM 放映なし及び番組での提供クレジット一時休止また明治グループの再編による消防消滅に伴い提供番組はすべて2011年3月で一旦提供終了となった。なお 翌4月放送分よりそのまま新法人明治の提供となっている出演者男性女性他グループテレビラジオありがとうございます。